で、このメタルタイプとプラスチックっていうのが大きく分けてあります。ちょっとこれヒュッてずらしてあげたらまた形状覚えてるから曲がんねん。ファッション用サングラスには手を出したかん絶対に。はい、本日はですね、安いサングラスと高いサングラスの違いにお話ししていきたいなと思います。ということで、弟に来ていただきましたけども、僕は今から喋っていくんですけどね、弟くんはですね、高いサングラス安いサングラスって言っても全然わからへんやんか。なんか今何のことかわからんままいきなりスタートしてるわけなんですけども、何を今日は話していくのかっていうと、サングラスこのようにこうずらっと並べさせてもらったりとか、あとレンズだけとか、ここに用意させてもらいました。ちなみにこのレンズはですね、某木村拓哉さんが、某ドラマで使っていたレンズと全く同じレンズを持ってきました。まあ、それ以外にも値段はバラバラで、まあ5万円以上するものから、1000円のものまでサングラスだって並べさせてもらったんで、何が違うかというのをいろいろ見ていきたいなと思います。まずはですね、見た目云々っていうのは一旦、まあ何でもいいと思うんですよ。見た目なんか好きなやつ選んどきゃいいんやけど、サングラスで2つあるんやけど、1つがこういったフレームタイプ、フレームがねメタルタイプっていう、このメタルのタイプと、あともう1個がメタルじゃなくて、フレームのプラスチックのタイプということがあって、プラスチックでも実は種類って何個かあるねんか。はいはいはい。でこのメタルタイプとプラスチックっていうのが大きく分けてあります。でメガネといえば、日本では福井県が有名なんですけど、福井県で有名なメガネといえば基本的にはこっちやねん。プラスチックの方が有名やねんから。あ、なるほど。っていうのもこっちの方が手間かかんねん。一個一個手作業で削っていくねん。あ、なるほど。でこっちのメタルフレームの方っていうのは手作業じゃないねんか、はい。まあ、金型とかでバチーンってやっていって、後でこういうゴムとかを取り付けていくっていうスタイルやねん。なので手間がかかってるのはこのプラスチックバージョンですよ。そうで、このメタルフレームも、これ今俺つけてるメタルフレームに関しても、これも実は福井県の鯖江さんで作られたメタルフレームなんですけども、まあこれとこれ2種類あるっていうのをまず知っておいてほしい。でその中で人間の顔って左右非対称やん、うん、俺とかやったらどっちかっていうと、これ外すとね、右目の方がちょっと大きくて左目がちっちゃいんですよね。まあ、こういう風に人間って必ず左右非対称だし、鼻の形とかもちょっとずれたりして、こうやって眼鏡ってずれたりすると思うんですけど、そのように同じ人っていうのはまずいてないと。まずはじゃあ1000円の眼鏡をかけてみます。はい、こちら1000円の眼鏡でございます。まあ、特に見た目ってそんな違いないねんか。これが1000円。じゃあ次30倍する3枚のサングラスかけるね。別に特別違いってなくない、うん、見てる感じ。だから見てる方としては、安い安いも高い安いもいいやんってなるんやけど、職人さんはブチ切れてた。それはあかんって言って、そんなんじゃ絶対あかんって言ってて。見ただけで分かるの？分かるし、実はこれって商品表記にも書いてあるんだよ。これは安いサングラスですよってもう分かるように書いてあって、どこ見るかっていうと、この商品名、一番上の商品名のところに必ずファッション用サングラスって書いてあるんですね。でこのファッション用サングラスっていうのは、あくまで長時間かけないでくださいっていう注意書きも一緒に書かれてるね。この黄色の4番のところによく見るとね、あまり長い長時間目にかけないでくださいってサングラスに書かれてるねんか。でたまに運転とかしてて、なんか酔う時ってない？あるよね。でこれ一番品名のとこ見て、ファッション用サングラス書いてるよ。これ高いレンズにはファッション用って書かへんねん。あ、なるほど。でこれって医療でもあるから、ちゃんと検査してるやつじゃないとファッション用になっちゃうね、うん、で検査してるやつはしっかりメガネとして出せんねん、はいはいはい、ファッション用ではないね、サングラスとして出せんねん。そういう検査を日本で行わなかね。それに合格したらメガネ。そう、たまにな、実はここどこのブランドとは言わんけど、このサングラス4万するんですけど、このサングラスもフレームはいいやつやねんけど、サバイで作ってるやつやねんけど、レンズはファッションやねん。だからこれもかけてたら酔う。なるほど。確かに長時間かけたら酔うでみたいな話は聞いたんだけど、それはあくまでファッション用やから酔う。フレームが高いからこれはええやつっていうわけじゃないね。だからちゃんとレンズもいいやつじゃないと、ずっとかけてたらなんか気持ち悪くなってくるなってなんねんか、はいはい、でその理由っていうのがあって、長期レンズや偏光レンズとか、あれはまた話が別なんですか？どっちも一緒。それはただ光によって合わせるだけやから、レンズがしっかり前を見れるかどうかっていうのが大事やねんか。それでファッション用とまたメガネがある。そう、検査があるちゃんと。でその検査を通らないとファッション用サングラスになっちゃう。ってことは言い方悪いけど、右目と左目で見えてるとこが違うねん。だから人間って2つの目でこうやって立体的に見てんねんけど、こっちはまっすぐ見てるねんけど、レンズ通しちゃうと横にずれんねん、はい、でこっちも横にずれちゃったらなんか気持ち悪くなんねん。それが分かるのがここに映像載ってますけど、ここからレンズレーザーポイントやってんねんか。でサングラスをこう置いたらずれんねん。今はこうちゃんと当たってるけど、そう、まあ人間の目と一緒やん。
屈折するっていう言い方でいいんですか。そうで、これサングラスこうやってかけるやん、はいはいはい、ほんならずれてくんねんな。そりゃそんなメガネかけてたら運転って2メーターだけじゃないやん。しっかり同じとこにピンとか合ってんねんか。でこういう風にファッションサングラスはたった2メートル先が一緒に見えてないねん。不思議じゃない。ってことは運転でさ50メートルも100メートルもやったらめちゃくちゃ擦れてんねんか。だからそうで気持ち悪くなってくるねん。なんか寄ってきたなってなるから、メガネをもう外さなか。もうこれおしゃれのためにつけるもんやけど、じゃなくてこれ目を守るためにつけるもんやねん。だからファッション用のサングラスをちゃんとメガネの基準が通ったメガネ。そうそうそう、だこれがレンズの違いね。まずは左右対称に見せるのってめちゃくちゃ検査あんねん。当たり前かもしれんけど4万のメガネすらないねん。やってないメガネがあんねんか。値段じゃ違う違う、ちゃんとタグ見やなか。タグ見て検査がされてるかされてないか見たら必ず書いてあるから、長時間かけないでくださいってことはもうずれてるって言ってるから。同じメーカーでもファッション用とかもちろんある。それは分からん、まあ、値段によってあったり。そうブランドによってどうか分からへん、そこは知らんねんけど、まあそんなのがあると。で次に、値段の高さでいうとフレームやねん。でこのフレームがプラスチックって先言ったやんか。プラスチック実は2種類あるねん、はい、まず1種類っていうのがインジェクションって言って、この型通りにガタン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 って大量に作っていくパターン。でもう一個だがアセテートで作っていくっていうのがあるんだけど、それは大量生産じゃなくて逆に職人が一個一個手作業でこうやって曲げていったり曲線をこう出していくねんか。だから手作業やねんけど、この透明のサングラスって実はこの板から最初できてるねん。この板、この 薄い板を使って削り出してツヤとか出してサングラスにしていくっていう過程がね、曲げていくんだ。そうで手作業で曲げていったり、よく見たらこれって中に芯入ってるのがある、うん、でこの芯があることによって形状を覚える。だからちょっとギュッて曲げたりしてもこの形状を覚えてるっていうことになんねんか、はいはいはい、で安いやつっていうのは型通りにガタン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 ってやってるから中にこの芯がなかったですね、うん、ってことは曲げれないね。あなるほど、確かにこれはちょっと柔らかいこれ、うん、そうアセテート実は植物から取ってんねんか。柔らかいですよ、柔らかすぎる柔らかさじゃないけど、こうしなるというか、うまい。サングラスってこういう高いやつはその芯が入ってるから微調整効くねん、自分の耳に合わせれんねんか、はいはいはい、逆に大量生産のまあ平均的な日本人の顔を取ってるから合わへん絶対に。実際みんな長さちょっとちゃうやん、うん、右の方が長くて左の方が短いみたいな。俺もなんかあって合わせてもらったもん。そうそうそう、はい、だからここの位置が合ってないなと思ったらちょっともうちょっと後ろでこうヒュッて曲げたり仕上げることによって、ちなみにアセテートは熱で曲がるからあったかい方が曲がりやすい。ちょっと温めてあげて手でとかで持ってあげてさ、火とかで炙ったらね、キュッてやってあげると自分のちょうどいいサイズに自分で合わせるんだよこうやって。でもインジェクションの大量生産は無理。なるほど、一回ちょっとこれかけてみて、はい、でどっか痛いとかある？痛いはそこまでないけど、ちょっとここ強いかなとか、グッて抑えられてんなとか。確かにちょっとこう入ってるかもしれない。それどっちが痛い？両方ともちょっとグッと抑えられてる感じする、うん、だからちょっとやっつけたらちょっとしんどいかなって。そんなんとかってそうインジェクションじゃ対応できんねんけど、こういうのとかやったらもうすぐに痛くないねん。全然微調整効いてるやろ。逆に言うとそこは当たらんぐらいな、うんうんうん、っていうのが自分でできんねん微調整。メガネ屋さん行ってやらなあかんって思ってるけど、じゃなくてちゃんと手作業でできたやつは微調整が効くようになったんね。なるほどね。それは思いっきりこんなことでバーンってやったりしたら折れるかもしれないけど、ちゃんと手で温めてあげてヒューって軽く曲げてあげたらもうそうやってちょっとで効くね。はいはい、確かに。逆にインジェクションのやつってこれもとあるメーカーで有名なブランドやからあんま言われへんけど、これもインジェクションやから曲がらない。もう大量生産で型作られてるから、はい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 、柔らかいアセテートを使ってるんだけど、インジェクションで肩で全部大量生産で抜いちゃってるから、はいはいはい、平均的な肩はできるんやけど微調整効こうと思ったらもう間が戻っちゃうねんな全部が。で中に芯入ってないし、中に芯入ってないから柔らかいってことっていうこと。そうだから要はこれは大量生産バージョンで、手作業バージョンのは微調整が効く。なるほど、アセテートでも手作業のやつと大量生産バージョン。そうそうそう、これもサバエやねん。あ、そうなんや、うん、とあるブランドやねんけど、まあ、有名なブランドやねんけど、はい、だからあサバエさんやから安心じゃないね。ちゃんと手作業で作ってたらこういう微調整が効くようになったん。メガネって言ったらサバエって言ったらもう8割9割ぐらい。そうめっちゃ有名、うんうんうん、
で細かいところで言うたら、このメガネのパッドのところとかよく見たら違うくて、こういうバネ形式のパッドのやつもあれば、こういうプラスチックのバネじゃないやつになったら、どうしても人間の鼻って左右非対称じゃないやんか、ずれてんねん絶対に。俺とか右の方がちょっとボコってなってんやんか、ほなここ右だけ痛いねめっちゃ。肩痛いしてる人思うな。そうそうそう、たまにお父さんとかやってるけどさ、あ、サングラスかけてんねんやさっきみたいになってるやん、あれちょっとダサいやけど、けどこういうバネのあるやつやったら、このバネで調節してあげる。ちょっとこれヒュッてずらしてあげたら、また形状覚えてるから曲がんねんか。確かに確かに、これは何回か思ったことある。これ痛いなっていう時はもうね、俺も最初サングラス、まあこれ自分で作ったやつやねんけど、作る時にこっちで作っとってん、だ痛いねんか、やっぱずっと使ってたら。でバネに変えてん、ほんで自分に合いやすいやん。あ、ちょっと広げすぎなと思って、なんかピュッピュッてずらしてあげたら自分の形にぴったり乗んねん。だから安い高いってパッと見では分からんねんけど、かけてる自分が心地いいのか、無理して気持ち悪いし痛いけどかけるのかっていうのが違うねん か目にももちろん良くないし。でメガネはあのサングラスに関しては濃度が濃くなればなるほど紫外線をカットできるっていうのはあれ嘘やねん。もうどんだけ濃かろうが薄かろうが紫外線はだいたい 99% カットしてね。まあこのレンズとか全部そんなやけど、これとか薄いやん黄色の。俺かけてるブルーの方が濃く見えるから、こっちの方が紫外線カットできてるやんって思うかもしれんけど、紫外線カットに関しては同じ。じゃあ結構紫外線 99% カットって書いてあるけど、めちゃくちゃ普通やねん、めちゃくちゃ普通やねん。そんなことよりも大事なのはこういう微調整が効くかとか、だからかけてて疲れないとかもそうやし、あとちゃんとまっすぐ前が見えるかっていうのが大事やねんか。だからファッション用サングラスには手を出したから絶対に、特に大人の人は。見た目かっこいいかとか知らんけど、それじゃ酔う。目にも悪いですね。そうで視力もどんどんやっぱ下がってくるし、そんなピントの合ってないレンズつけてたらそれ視力が落ちるやんか。高速道路とか行ってさ、あの列にいっぱいこうやってバーって並んでるやつあるやん、ダーって。あれはだいたいここよく見たらファッション用グラスって書いてて、で、裏パッて見ると長時間かけないでくださいって書いてある。1000円やからそうなんやと思ったらそんなこともなくて、さっきも言ったけど数万円してるやつでもフレームはしっかりしてるけどレンズがちゃうとか。これちなみにあの全く同じ俺作ったやつだけど、はいはいはい、全く同じやね、うんうん、けど微調整してるから多分芯これスカスカなんちゃう、合わへんのちゃう、ゆるい、うん、ちょっとさっきよりゆるいな。でそんなもうさっきみたいにこうピュッとやってあげたら、うん、また戻っていく。なるほどね。いやちょっと曲がったね。うん、曲がってきたやん。これがオリバーピープルズとかもそうやねんな、はいはい、まあ、これ有名やねんけどオリバーピープルズも、うん、あ持ってるやんサングラス、うん、でそれもちゃんと手作業でアセテートでやってるからちゃんと微調節が効くね。ただこのパッドのところが痛いけどな。あ、なるほど。こういう透明やったら見えるやん、入ってるから曲げてるんだなと思うと、黒いのが曲げてるかどうかわからんやん。いや触ったらわかる。そうだ、ね、曲げれてるやつを触ってて曲げられんやつ触るやん、芯入ってないのすぐわかる。でこう曲げてみても戻ってくるんですよ、形覚えへんねん。ちゃんとこれが骨組みがちゃんと中に入ってるから形覚えやんねんけど、アセテートだけではただ柔らかいだけやから。でもこれも数万してんで、すごいね。これ有名なブランド。これもこれこれで逆に、自由に幅を調節できるっていう良さがあるから、多分そうしてんねん。顔の幅ってみんな違うやん、だからあえてもう最初からフリーにしてあげて、こう逃げるようにしてあげてる。自分でやらんでもいいよ。そう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 、万人に合いますよ。そうそうそう。でもサバエが有名な理由っていうのはそこじゃなくて、手作業で微調節できてさらにレンズが綺麗に見えるっていうのがサバエの良さやね。だこれ良さちょっと消えてんねんけど、はいはいはい、アセテートで柔らかくしてるだけってなってるな。そうやったら別にどこでもできることはないけども、サバエである理由がそんなになくなっちゃうっていう。でまあ、サバエって言ったらシャネルとか有名なブランド、レイバンとかもそうやけど、まあ、作ったりとかしてるし、あとなんかアーティストのさ人とかもう公言してる人おるけど、鈴木雅之さんとか、あのサングラスかけてんやん、あの人とかもそのサバエのレンズ使ったりしてる。なキムタクもそうやけどな、まあレイバンがやってるからキムタクものすごくかけてねんけど、でそんな感じであの違ってくるから、綺麗に自分にフィットしてたら全然痛くないのよ。むしろかけ心地もいいし見やすいね、かけてないぐらいな感じする。そう考えるとサングラスも結構面白くて、普段メガネかけへんねんとかっていう人でもちょっと意識するだけでぴったり自分にしっくりくるようになってくるねんな。ここまで考えることなかったわ。よくあの今木村拓哉さんが CM してる、うん、あの超光レンズ、うんうんうん、超光か変光か、うん、あの太陽の光によって変わんねんな。で変光レンズが、こう釣りとかしてた時に、うんうん、川の魚が見える、うんうんうん、ね、レンズもな結構細かくあって、例えばピンクみたいなってサングラスをつけると、うん、テニスボールのボールめっちゃ見やすい、ね、
だからそういうのはそっちで特化していったり、スポーツ用として使ったりするし、逆にこういう普段見る用のやつとかはちゃんとそういう検査された光学用レンズってあるんだけど、そういうのを使っていったりもするしって、まあ、結構用途によっては分かんないんだけど、これちなみにこの今紹介してる、まあ俺作ったやつだけど、これあの自衛隊の盾とか車のヘッドライトのカバーとかで使われてるからめちゃくちゃ強度あるんだ。割れにくい。そう、割れにくいし、さらに車のヘッドライトも目2つやん、でまっすぐこうやってやってるやん、でここぴったり照らさなかったのにずれちゃったらちゃうとこ向いちゃうやんか。だからそういう視認性も見えるようにしてるっていう。これ光学用レンズってやつやねんけど、それは安いやつでファッション用グラスにはならへん、ちゃんと検査されてるから。まあ、今回サングラスの入り口というか、あの見た目だけ一緒やったら何でもいいと思うかもしれないし、俺もそう思ってたんやけど、まあ去年とかに工場行っていろいろ見させてもらったら、あ、手作業でこれやここ曲げてんの、これ手作業なんやとかも出てくるし、そうやって芯が入るだけで、あ、微調節効くんやみたいな、高いサングラスで自分の顔に合わせれねえやみたいな。で安いのって量産やから、まあ、既製品つけてるようなもんやけど、オーダーつけてるような感覚っていうか、 できるんやとかも分かってくるし、でさらに両方クリアしたサングラスのいかに少ないかっても分かんない。やっぱ高くなるから、さすがスキーみたいに有名ブランドやけども、ちょっとフレームだけはいいやつ使ってんねんけど、レンズが、グラス用になってたりとか、逆にこれとかやったら、レンズはいいんやけどフレームがちょっとあの量産のやつやったりとかっていうのって、両方ともいいやつあんまないから、まあ、俺はピープルズとかはないいやつやと思うし、他にもいいブランドいっぱいあると思うんやけども、まあ、そんなことでね、今日はあの今後これから夏に向けてサングラス買うときに、安いサングラス高いサングラス、あ、まあ変わらんやろ、見た目も違うくないでと思ってたけども、実は結構違いますよというお話をさせていただきました。で、まあこれ以上はね、実はその工場行った動画あるから、それ見てもらったら一番わかると思うんですけども、サングラスの店員さんでもあんま知らんねん、だって見てないやんか、はいはいはい、だからあのメガネレンズ屋さんも困ってた、もう店員さんもあんま知らんからねって言って、で適当なこと言われても困るんですって言ってたから、もう俺適当なことばっかり言ってるんやけども、まあ、そんなことで、まあ、入り口でしてもらったらいいかなと思いますので、またねよろしくお願いします。ということで本日はですね、安いサングラスと高いサングラスの違いをお話ししてみたいな動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。全卓造ファンが泣いたあの感動が再び、全世界が待ち望んだジャパンメイドや2023ポップアップ、卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。